段落記号は段落を表す、約も物であり、のような形で見られる。英語ではピクロ、またはパラグラフマークと呼ばれるほか、オリニアとも言う。段落記号は、個別の段落の字下げとしても、長い文章の中で、新しい段落を明示する際にも使われる。後者は、エリック・ギルの著作案エッセイ音タイポグラフィに見られる。 段落記号は中世では主書の一種であり、段落を視覚的に分離するのが一般的でなかった頃に一連の考えを示すのに使われた。一般には段落の区切りを表す目的で、段落の始めあるいは段落の終わりのいずれか一方に置かれる。段落記号はディセンダーラインからアセンダーラインにかかる小文字の球のように描かれることが多い。 丸の内側は塗りつぶしてもしなくても良い。ワン型の部分をさらに下に伸ばし、D を反対にしたように描かれることもあって、これは古い印刷でよく見られる。1477年の書物に見える段落記号カピチャレムから現代の段落記号までの予想される変遷図形は、ラテン文字の C にスラッシュを書いた字型が元になっている。パラグラフの頭文字ではない。 中国語では、文字と同じ大きさで円を書く。段落記号としてはこの記号は古書に見られる。タイ語では U、U プラスレイイ5バイト、タイキャラクターホームットという文字が、章や文書の終端を示すのに使われる。サンスクリット語や、その他インド諸語では2本の棒が、段落記号を表した。スタンプ、チミー、ザオリジンオブザピクロ、AKA ザストレンジパラグラフシンボル。 デザインデコーデット2014年9月24日閲覧 Windows ALT キーコーズ Penn State University2010 年12月9日閲覧シン m ル l e f iPadphoneapp.com2014 年9月24日閲覧 i p a d ライティングツール、o o l Devices World Australia 2014年9月24日閲覧 ありがとうございます。